江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、渓谷の小さなニュースの詰め合わせミニニュースのコーナーでございます。はい、それではですね、今日はちょっと長めになりそうですけれども行ってみたいと思います。はい、まず日本の話題なんですけども、渓谷の最大野党代表イ・ジェミョンですね、前大統領候補でユン・ソクヨルと一騎打ちをした人間ですけれども、岸田首相に当ててですね、この福島の処理水の海洋放出保留を求める書簡をね、何様だと送ったということでね、何をやってるんでしょうかね。ちょっと見ていきたいと思います。同党のイ・ジェミョン代表が28日、ソウルの日本大使館を通じて岸田文雄首相宛に同計画の保留を求める書簡を送ったと。報道官は書簡を通じ汚染水の海洋放出に対する渓谷国民の憂慮と反対の立場を伝えたとして、日本が検証されていない汚染水を放出しようとする海は、未来に生まれてくる子どもたちの海であり、地球のすべての生命の海とあることを思い出させ真剣に考慮するよう促したと述べたということですね。いや、検証されてないって何ですかと、お前らにとにかく言われる筋合いはないんですよ。とてもね、このイ・ジェミョン代表の悪事の数々を聞いてるとですね、未来に生まれてる子供たちのことを心配するようなね、ようには思えない。もう自分のことしか、自分の利益にしか考えてないようなね、そんな人間に言われたって説得力ないんですよ、そもそも。もうあれですよね。市長時代には市のクレジットカードを使って寿司食ってたり牛肉食ってたり、私腹を肥やしてますから、よくもまあそういうこと言えるよなって思いますね。はい、じゃあ次はですね、ちょっと日本関係ないんですけども国際的な話題いきたいと思います。ロシアさんがですね、大韓航空に64億円の課徴金を付加したということ、付加して今、検討中ということですね。税関の許可なく空港を離陸したということでね、まあこれはどっちが悪いとかっていうのはちょっとよくわからないんですけども、まあどっちもどっちじゃねえかみたいな感じ。ちょっと見ていきましょう。これは読んでもらおうかな。大韓航空がロシア連邦関税庁の課徴金付加を不服として処分の取り消しを求めた訴訟で、ロシアの裁判所はこのほど大韓航空に41億5000万ルーブル、約64億7000万円の課徴金支払いを命じる判決を言い渡した。大韓航空は不服として控訴する方針。航空業界関係者によると、ロシア連邦関税庁は、大韓航空の貨物機が2021年2月に、モスクワ空港税関の許可なく、モスクワ空港を離陸したとして、83億ルーブル、約129億5000万円の課徴金を付加した。大韓航空は、この処分が不当だとし、行政訴訟を起こした。大韓航空側は、裁判で、ロシアの放棄に従って、すべての書類とデータを提出し、税関から事前承認を受けたと説明していた。大韓航空関係者は、モスクワ空港税関当局にこのような事実を数回にわたって不透明したが、税関は無理な法運用で課徴金を付加したと反発している。はい、ということでね、なんかいざこざがありますけど、あったみたいですけども、額がすごいですね。難癖、多分まあおそらく難癖でしょうな、ロシアのな。別に大韓航空の肩もつきはないけれども、まあこれはロシアの難癖だろ。大韓航空さん、ロシアに難癖つけられて64億円課徴金みたいな感じですね。日頃の行いということで、あ、こいつなら、ま、巻き上げら、お前ちょっとジャンプしてみろよってチャリンチャリンって感じで。はい、じゃあ次行きたいと思います。次はね、結構国内の話題でございますんで、 BGM チェンジ。はい、それではね、行きたいと思います。渓谷さん、先日地震があったじゃないですか。動画でもお伝えしましたけれども、そこでですね、これ、結構ね大変なことになってたらしいんですよ。震度5か。はい、で、ここは震度 3.5、亀裂が4件受け付けられたということでね。
最初はガスが爆発したと思いました。生きてこんな驚いたのは初めてですつって、なんかガクブルだということで、ガクブルだったと。部屋の底に横たわっていたら、家が 2,3 回大きく揺れて慌て飛び出してきたとし、まだその時を考えると心がきついとした、とろした。さらに夕食を食べるのに家全体が揺れ、子供たちが食卓の下に隠れたとね、とても怖かったと振り返ったということで、これがね亀裂入っちゃった。これは震度 3.5 ですね。まあ警告基準の 3.5 なんて日本だとまあ震度2ぐらいか、まあ、3いくかぐらいなんですけど、それでね、結構大きいですよね。普通になんか薄い亀裂がね、細い亀裂がピリピリピリって入ったのかなぐらいの亀裂っていう思ってたんですよ。皆さんもそう思ったと思いますよ。うん、結構ガッツリいっちゃってるんですよ。でこれがよくわからないんで、この指は多分このこんぐらい出っ張りましたよっていうのを示してるのかななんて思うんですけども、これは本来まっすぐだったものがずれたっていうことを言いたいのかな。こっちの方は幅が狭いですもんね。だから地震でずれちゃったんですよね。これ家下地面だよね。だから家から地面からこう立ってる部分がずれちゃった。家がずれたのかな、こっち側に。はい、まあこんな感じでですね、渓谷さん意外とこう脆弱と脆弱というか、ああもう顕著な予建築だなーなんて思いましたね。はい、それではね次行きたいと思います。こちら次はねちょっと政治の込み入った話題3連発なんで、まあぜひゆっくり聞いていただきたいんですけども、こちらでございます。昨日ですね、ムンちゃんがわけわかんないこと言ってましたね。不正がなくてありがたいというムンジェインに対して韓国の与党が怒っていると。で野党はなんと、ムンジェインに対して外面だというこ他人面です。じゃあですねちょっと見ていきましょう。こちら、金銭関連不正、はありませんでしたというムンジェイン元大統領の発言に対して、平山村の本屋の住人の猛言として国民の力が怒った、ね、国民の力の報道官は本人を美化した動画を撮り、 SNS を通じた伝言政治、幅広い歩みをすることが忘れられたいという言葉と一致するのか、忘れられたい人になりたいというふうにムンジェイン大統領、元大統領は言ったんですね、辞めるときに。なので忘れられたいという言葉と一致するのか、一体この国はどこまで壊れてこそ虚しくなるのか聞きたいとして、このように、話したということね。どこまで壊れてこそ虚しくなるのか聞きたい、どこまで壊れれば気づいてくれるのかと、わかるのかと、いいんかな。で、ムン前大統領の大統領府で起きた凄まじい事件だけを羅列するのも難しいと指摘したと。で、ムン前大統領は退任した今まで民主党と共に、偽ニュース共同政策に熱を上げていると、上げているのかとして、今からでも偏った陣営ではない国家全体を考え、不正腐敗で奈落の道を歩んでいる民主党に苦言を呈する真の国家元老として残ってほしい、残してほしい、残ってほしいと叱責したということです。いや無理だろ。ね、身内にも苦言を呈する真の国家元老、元老ですよ、元老として残ってほしいというふうにね叱責したということです。で、また別の人間はです、別の、与党の人はですね、平山村の本屋で元大統領の品格が流れてくるとはそもそも期待してなかったが、陣営の主張ではなく元大統領で大韓民国の統合と発展のために悩むべきではないのかとして、文前大統領が、あれほど望む忘れられた人生を生きていくことを願うと。それが国民に対する最小限の道理だと付け加えたというね。お前ね、忘れられた人になりたいっつったんだからそれをやりなさいよと言ってるわけですな。
で、ムン前大統領のこのような主張のように大統領府在職人事の中で斡旋収賄や、収賄で起訴された事例はまだ具体的には出ていない状況ですと。まだね、そんなにムン前大統領は別に訴えられたりなんかないんですよ。しかし国民の力の言及通り職権乱用などの疑いで捜査あるいは裁判が進行中でありということで、で太陽光の不正関連疑惑は政権が変わった後本格的に提起された問題であって、で、捜査を通じて、不正がいくらでも出てくることが可能性があって、まあ実際問題この不正がなかったとは断言できない状態だという。でさらにです。面白いのはムン前大統領の発言に対して民主党が全く反応を示さないってことですね。大統領府出身の議員たちも特別な反応を出していないと。普通だったら、民主党から出た元大統領ムン大統領に対してその時にお世話になった、その時現役だった、まあ役職者で今はあの下野して議員をやってるだけ、ね、のその野党の議員たちもそのムン前大統領の言葉に対して今後何もしてない、無反応なんですよ。なんでだということね。で、一部ではムン前大統領がイジミョン代表の司法リスクを狙った発言をしたのではないかという側面と解釈され、民主党が負担を感じているのではないかという分析も出ている。ムン前大統領は不正は一回もなかったですよって言ったんです。でも今イジミョン今の現代表ですねはもう不正まみれで、法廷にも立っています。だからそこを差別化するためですね、にムン前大統領はあえて言ったんじゃないか。だからそのムン前大統領にの話に触れるのは、今現役の議員たちにとってみればそうやぶ蛇だということですね。国民の力最高院はムン前大統領が一緒に働いた人々が不正腐敗がない綺麗な人だと努力して話す理由は現在 不正腐敗疑惑で捜査を受けて、防弾論争まであるイジェミョン代表と差別点を置こうとしたのではないかと話したということで、ね、要は防弾論争っていうのは要するにイジェミョン代表の熱狂的なファンたちによって、まあ、例えば民主党の中でもいやちょっとそれね、正しいことを言ってもイジェミョンのファンがイジェミョンを守るわけですよ。イジミョンに対して内輪でもねそれはちょっと違うんじゃないですかって言ったとしたら、そしたらもうイジミョンの熱狂的なファンからやられちゃう、まあ内ゲバですよ。だからそれまあその類ですね。まあそんなこんなでなんかゲバゲバしてるんですけれども、まあそういうなったのにねもう触らぬのがほどけということね。はい、じゃあね次行きたいと。次もね、イジミョンの話題なんですけども、イジミョンにね10月退陣説が出ているということです。おっと来ました。共に民主党の支持率下落傾向が深刻だと、これもお伝えしましたね。20% 台まで落ちてユンソクヨル政府発足以来最も低い水準という調査結果が出たと。で問題はこれからだ。来ました。8月中にイジミョン代表追加拘束令状請求があると。8月中にね、悪罪が迫っているためだと。で反転の兆しが容易に見えない、ね、見えないから党の外閣では再びこの代表早期退陣説が出回るということでございます。で、民主党はねこれと関連して現在では懸念する状況ではないとね、まあ鷹をくくってるわけですよ。で、スポークスマンは党自体の調査では誤差範囲内で、優位を維持していると、誤差範囲外かで優位を維持していると否定したと。どこが優位なんだ、今ちなみに今ね民主党の支持率 29%、 ただし民主党支持率の下落傾向が確認されるのは傾向ギャラップではないと。これアンケート調査会社がね、支持率調査会社
29% っていうのはこのギャロップっていう会社が支持率を調査したんですね。ただそこだけじゃないんですよ。他の会社アルアンサーチかな、他の別の調査でも、調査した結果でも民主党は前週比で 4.5% 下げているということで、今ダダ下がりの状況なんですね。で、これはですね、福島原発汚染水論争や高速道路キムゴンヒ、特計疑惑がで、まあ散々パラですね、この民主党は叩いてるわけですよ、与党。これが支持率の側面で民主党に肯定的な影響を及ぼさなかったんですよと。で、この代表の司法リスクが進化した今年の3月、秩序ある対人論が浮き彫りになったのに続き、最近党外で10月対人説が取り沙汰されたのもこれと無関係ではないと。支持率の下落による危機感が高まると、この代表対人圧迫が頻発するかもしれないですね。で、分頭説もやっぱりあるみたいね。分頭説も同じだと。で、まあ民主党議員の中でね、まあこの人なんですけど、この議員がですね、まあ愉快な決別、まあ円満な決別ですかね、をで分頭を示唆したが、党の支持部の警告を受けた後眠りに落ちたと。まあまあ怒られちゃったからだんまりだったと。だんまりしちゃったんですね。総選挙が近づくと再び水面上に浮かぶものと見られるというね。まあこういった状況でですね、今渓谷の野党はまあ内下場でね、ひどいことになっている。これが渓谷の180議席を持っている一大政党の姿でございます。まあそこでですね、イジミョンが大ピンチとなったところでですね、これはやばいということで、イジェミョンとですね、イナクヨンです。この人ね、以前日本にも来ました、傘飛ばされちゃった人ですね。これがですね、だからどちらかというともう2人とも大統領候補ですよ。これがね、大統領選以来久しぶりにこうね、秘密会談したという話題でございます。イナクヨン前共に民主党代表が去る28日非公開晩餐会でイジェミョン代表に2度にわたって、いわゆる犬娘、これがですね、イジェミョンの熱狂的な支持者たちです、たちのこの熱狂的な支持者、犬娘なんですけど、この人たちがですね民主党内にはイジェミョン系と非イジェミョン系があるんですよ。要するにイジェミョンのを慕ってイジェミョン派閥ですよ。それに対して当然非イジェミョン派閥もあるわけですね。で、その非イジェミョン派閥をですね、この犬娘たちがですね、ギャンギャン攻撃するわけですよ。まあいわゆるなんていうんですかね、日本で言うとフェミみたいなもんですね。もう難癖、わけわかんない、もう全然論理的に話そうとしても通じないような、ただファビオってる連中です。まあこういうのがね、同じ党内なのに非イジェミョン系を攻撃してるんですよ。まあ内下場ですよね。で、もういい加減ね、そんなわけわかんないことやってるから、このイナクヨンがもうやめようよそういうのと、攻撃中断を強く要請したんですね。まあ言いたくなるよな、そんなな不毛な争いやめようよとこの代表はこのような、イ元代表の犬娘中攻撃中断要求にイジェミョンはそれを中断させるためにはかなり努力するのに、勝ってうまくいかないと、それを中断させるために相当努力しているにもかかわらず思い通りにはいかないと困難を吐露したというと。で、これに対して、イナクヨンがそれでも代表がイジェミョン代表がもっと努力しなければならないと再度要求したという。イナクヨンが当初知られていたよりも
強いトーンで、イジェミョンの強硬支持層であるイヌムセデメたちに対する憂慮を提起したと。怒ってんだよね多分ね、どんどんで、イナクヨンの支持者に分類される議員は、まあ要するにね、まあ、イナクヨンはねこう思ってるらしいんですよ、イナクヨンね本人がまあ政党で生活をしてきた以来最も党が非民主的に運営されているという懸念をイジェミョンに、まあイジェミョン代表に伝えたらしいです。うん。だそんぐらいもう今しっちゃかめっちゃかになってるんですね。はい、という話でございました。じゃあ次はね政治と関係ない話題でございます。次はね写真ですね。ポン。爆炎道路が破損ということでね、渓谷さんもですね、まあ、暑いんですよ今で、道路がね壊れちゃったんですね。これ爆炎で、高速道路かな、接合部位が破損しましたよと。このため道路を走っていた車両2台がパンクしましたと。パンクする事故が発生したと。いや見えるでしょうこれは。ここまでなってればね、遠巻きに気づいて減速すればパンクすることはないですよ。ゆっくり走ればパンクしちゃった、パンクしちゃったね、まあそんぐらい暑いみたいですよ。はい、ということでね、それではこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひよろしくお願いいたします。それではまた。